どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日はそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。ドラゴンフィッシュブロー、私にとってのボクシングの教科書ともいえる漫画はじめの一歩。その中に出てくる主人公幕の内一歩が通う鴨川ジムの先輩木村達也、日本ランカーには常に入っているのですが、勝ったり負けたりを繰り返し一気に日本チャンピオンに上り詰めた幕の内一歩や、何階級も世界チャンピオンとなっている高村守などと比べるとどこかうだつが上がらない感じがあった彼に、ある日千載一遇ともいえるチャンスが舞い込んできました。元幕の内一歩と同じフェザー級である死神の鎌と呼ばれるフリッカージャブを武器に圧倒的な力で王座に君臨していた真柴亮とのタイトルマッチ。そのリーチ差を埋めて意表をつくために編み出した必殺技こそが冒頭に述べたドラゴンフィッシュブローなのです。遠間からフリッカージャブを打たせ、その目で受けてスタミナをロスさせて、スピードが鈍ってきたところに右のパンチでガードさせてフリッカーを封じ、そして近接でリバーブローを連発。それによりガードを下げさせ、意識を下に向けさせたところに完全なる死角から飛んでくる大振りのオーバーハンドの右フックというかスイングブロー。その一撃でマシュマロを吹き飛ばしダウンさせ、ギリギリまで追い込んだ。その今までボクシングを始めてから何百回何千回と気の遠くなるほど打ち込んだ数のパンチは、全てはこの一撃のためという流れも含めて、最後の拳を突き出した状態で動かなくなってしまったその場面も含めて、私にとって非常に印象に残っている試合だったりします。そしてそんな彼のドラゴンフィッシュブローに非常に近いパンチを打つ選手がいるというのを聞きました。戸高秀樹 WBA 世界スーパーフライ級王者および WBA 世界バンタム級暫定王者に輝き、その生き様戦いぶりから侍雑草王者という異名を取った日本の誇るべき世界チャンピオンです。今回はそんな彼の試合の中で WBA 世界スーパーフライ級2度目の防衛戦、タイの翼体思想戦を取り上げさせていただきたいと思います。翼体思想はムエタイでも2大殿堂の一つであるルンビニスタジアムでフライ級王者となっており、ボクシングに転向してから無敗のまま WBA 世界スーパーフライ級王者と対4度防衛、一度の負けは挟んでいるものの、その時点で23勝1敗1分け、さらに彼自身唯一の敗北である飯田聡戦を負けと思っていない、つまりは判定に納得していないと語っており、雪辱に燃え KO 勝ちを狙っていると宣言していました。対する戸高秀樹は日本人が世界王者不在の中彗星のように現れて世界チャンピオンになったと非常に高い期待をかけられており、解説の飯田聡からは髪は金髪ですが非常に真面目に練習に取り組んでいると評価され、控室に入ってきたカメラに対してあかんべえをするなど、そのモチベーションの高め方はどちらかというと海外のスーパースターに近いところがあると言えるかもしれません。 WBA スーパーフライ級の元世界チャンピオン VS 現世界チャンピオン、この時点での日本におけるそれはまさに最高峰の一戦と言えたのかもしれません。一覧戸高秀樹は硬い表情で向き合っていたため、最初は慎重にいくかと思われていましたが、まさかのゴングと同時にダッシュ&ドラゴンフィッシュブロー、頭を下げてのオーバーハンドの右、やる気パンパン。試合前のインタビューでそろそろ KO を狙うという、それを実行しようという意気込みが感じられるものでした。戸高秀樹はボディの連打からジャブの差し合いに移行し、そこからまた左のリバーブローからの右のオーバーハンドにつなげようとしていました。その流れは文字通りの木村達也のコンビネーションそのものであり、嫌顔にも期待が高まるのを抑えきれません。お互い序盤からジャブ、そこからのオーバーハンドを狙っており、非常に好戦的な様が見て取れました。2ラウンド、翼体の長いジャブ、そして右が接近しようとする戸高秀樹を中間距離で貼り付け出します。そこを狙ってのドラゴンフィッシュブローが翼体の顔面を捉えますが、決定打には至らず、翼体のジャブがまるでライフルのような様子を帯びていきます。3ラウンドは一転して接近してくる戸高秀樹に巻き込まれる形で接近戦となります。近い距離で戸高秀樹がボディを連打しますが、そこから翼体の右アッパーが3発連続で直撃。
さらに左右の連打をまともに浴びて、続けてアッパーとフックのコンビネーションの畳みかけ。勢いにされたのか効いてしまったのか、そこで戸高秀樹が下がります。戸高秀樹は横体のアッパーが見えていないようでした。4ラウンド、逆に戸高秀樹がジャブで距離を取ろうとして、横体が体を振りながら接近していくという展開。しかし接近戦になるとやはり横体のアッパーが避けられない。5ラウンド1敗を使って戸高秀樹はジャブでリズムと距離を作り直し、6、7、8ラウンドでそこから右のワンツーにまでつなげていく。少しずつ崩されていたペースを取り戻していきます。加えて横体のスタミナを削っていく。そして8ラウンド終了間際、ジャブを放って距離を取り、左を出しながら下を向いて、フェイントを入れてのドラゴンフィッシュブローがまともに横体の顎を捉え、食らった横体は足がもつれ、そのままダウンとなります。9ラウンド、横体はグローブのテーピングが外れているとアピールしますが、レフェリーは構わず開始。戸高秀樹は1ラウンド同様に突進して小さな左右の連打を叩き込みます。そして一瞬の隙をついてのドラゴンフィッシュブロー、ヒリヒリするようなパンチの交錯、アッパー、サイのフック、カウンターがお互いの顎を跳ね上げます。魂のどつき合い。そして1分45分、右左が当たり、ヨック隊が後方に吹き飛び、そこをチャンスと見て前に出て、そこから驚異の32連打。しかも最後は体を預けてのドラゴンフィッシュブローの3連打まで見せましたが、横田は耐えて逆に反撃。さすがにもうスタミナがないかと思っていましたが、そこから右ストレート、左フック、ドラゴンフィッシュブロー3連打。そこから連打につなげるという驚異の粘りを見せる。まさしく試合前飯田聡が語った通り、徹底した練習の下地を証明した形となります。10ラウンド、最初戸高秀樹はジャブで始めたために、さすがにスタミナがつき始めたかと考えていたところ、突然のマンツーからやはり連打につなげていきます。この人の体内には永久期間が積まれているのだろうか。そして相手の左に合わせてドラゴンフィッシュブローをクロスカウンターの形で合わせる。この時点においても冷静にしてテクニックも凄まじい。そして残り30秒、左ボディをきっかけにジャブで前を詰めて左右の連打、ストレートストレート左右フック、連打連打、それにより横体をロープに張り付きにする。11ラウンド、開始と同時に畳みかけ、右ストレートの連打、ドラゴンフィッシュブロー、ボディアッパー、ドラゴンフィッシュブロー、上下左右に巻く下で、最後は左左右左左右の連打によりロープまで吹き飛ばし、翼体は両手を上げて死に体となり、それを見届けてレフェリーがストップ。戸高秀樹のテクニカルノックアウト勝ち。壮絶な連打の後でしたが、勝利の直後にロンダートをするという元気ぶり。息も切れていないし、いやこの人ほんとすごい。それに何より序盤あれだけ攻め込まれながらボクシングの基本に立ち直り立て直し、そして要所要所で効果的に使い光を放ち、8ラウンド終了間際にダウンを取り大きなダメージを与えて、その後のフィニッシュまでのきっかけを作ったドラゴンフィッシュブローの輝き、それがまぶたに焼き付いて離れませんでした。そしてインタビューの最後の言葉、これからの抱負。また壁のつもりで頑張って、気合入れて死ぬ気で練習してまた試合したいと思います。防衛に挑戦します、はい、私はこれからも漫画のような必殺技、それを現実に体現し、そのために全力で汗を流してきた素晴らしきボクサーたちを皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。